はい、どうもです。今回はですね、こちら、バラハタと横島クロダイっていう食材ですね。それでは、まずはパック映像からご覧ください。よし、じゃあフードかぶろう。よし、いってきます。大物をね、狙いましょう。はい、ということで今日も夜の海になっております。早速ね、獲物を発見しました。まあ、水深8メーターといったところでしょうね。早速ね、潜っていきます。さて、狙いを定めてヒット。さて、引き抜いて浮上していきましょう。てか今日はね、やけに小魚が多い日でしたね。顔とか体とかにね、ピチピチ当たってきてね、不思議な夜でしたね。で、こちらの魚はですね、横島クロダイっていう魚になります。もう本当にね、警戒心が強くて昼間はなかなかつけないような魚なんですけども、夜はね、結構簡単につくことができます。さて、次はですね、水深14メーターぐらい、ちょっとね、深めで潜っていくんですけども、暗すぎてね、海底に行くまではあんまり映ってないです。さて、どんどん潜っていきます。こちらはですね、マサル目線の映像ですね。さて、海底が見えてきました。さて、何かつきましたね。何が起こったのか見てみましょう。ヒットするんですが、薄皮1枚しかつけなくて、思いっきり抑え込むんですが、抑え込みきれずに逃げてしまいました。ただまだね、諦めません。こっからまた追いかけていって、いました、ヒット、ヒット。今回はね、かなり突きどころがいいんで、まあ外れることはないでしょう。さて、もうさすがにね、息も限界ですので浮上していきます。まあ、昼間はね、もっと長い2倍ぐらいの長さの足ひれを使ってるんで、こんぐらいの深さでもね、全然上がっていくことはできるんですけど、この短い足ひれだとね、結構ね、大変なんですよね。さて、ようやく水面に来ました。アップで。はい、ということで、こちらがバラハタになります。はい、それではですね、陸に戻っていきましょう。よいしょ。微妙です。帰りましょう。はい、ということでですね、戻ってきました。本当はね、バラハタだけ捌く予定だったんですけども、くそ、こちら横島クロダイ売れませんでした。まあいいの、俺は YouTuber だからいいの。売れなかったら動画で食べればいいだけだから。まあ沖縄とかだと割と高級魚として扱われてるらしいんですけど、あんままとまった数取れないんでね、島だと売れ残るんですね。売れる時もあるんだけど。はい、ということで今日はバラハタですよ。バラハタ結構有名だと思う。まあ東京とかだとね、販売が禁止されてます。まあいつも僕がね、シガテラなんて恐れるに足らないよと言っているんですけども、シガテラ毒の大半はですね、このバラハタとバラフエダ、この2種類がね、引き起こしてて、こいつらに関しては恐れるに足らないことはないかなってさすがに思ってます。まあそんな魚です。とちなみにシガテラ毒何と思ってる人のためにちょっとだけ説明させてもらうんですけども、ウズベンモウソウっていうね、植物プランクトンがいるんですけども、こいつがね、シガトキシンっていうね、物質を生成するんですけども、それがね、まあ、植物プランクトン、動物プランクトン、小魚、大魚、大々魚みたいな感じでね、どんどん生物濃縮することによって引き起こされる食中毒になっております。はい、ということでね、だんだん説明が長くなってきたところで、早速観察していきましょう。はい、まずはこちら横島クロダイですね。これ幼魚の時にね、横島があるんで横島クロダイって言われてるんですけど、これ成魚はね、横島ないんで、まあ、どこが横島なんだといった感じなんですけども、結構ね、歯がいかついんですよ。だいぶいかつくないですか。おそらくね、肉食の魚ですね。で、ちなみにかなり当たり外れが激しい個体で、臭い時は本当に臭いし、匂いがない時はめちゃくちゃ美味しいらしいです。顔がね、だるまっぽいから、島とか沖縄ではね、だるまって呼ばれてるんですけど、全然だるまっぽくなくないですか。だるまっぽいのかな。で、こちらがバラハタですね。まあ、スジアラとかとね、こっち側はね、結構似てるんですけど、尻尾がね、特徴的ですよね。この三日月みたいな感じになってて、黄色いね、色が入ってるっていう。
結構毒々しい見た目してますよね。表面にはですね、こういう白い斑点みたいな模様がね入ってますね。結構綺麗ですよね。このバラハタ変なかさぶたみたいになるんですよ。この胸びれの後ろにほら見てください。何なんだろうこれ。これ普通ないんですよね。おかしい。何なんだろう。寄生虫なのかな。ほら反対側はないですよね。でちょっとねバラハタ重さ測ってみましょうか。多分ね 800-900g ぐらいだと思う。おー全然違う。1.拡大しましょう。 1.6kg あるぞ。 1.6kg あります。 1.6kg あるんですけど、このトレイが 300g なんで、まあ 1.3kg ですね。あれ俺重さ全然わかんないのかな。これ予想じゃあね 1.4。 これ 1.4 だ。完璧じゃん。でこのバラハタなんですけども、本土とかだとこいつが売られてるだけで大問題ニュースになるぐらいの感じなんですけど、まあ、沖縄とかでね普通に売られてます。で一つシガテラの怖いところはですね、検査キットがないんですよ。そうだから検査とかねもう全然やってないです。まあ、ただね居酒屋とかでバラハタの刺身 2,3 切れ食べてシガテラ当たるとかはなかなかないと思う。であとねシガテラを見分ける方法とかもねたくさん出てるんですけど、基本的に嘘です。まあ、一つ見分ける方法としてあるのは、大きい個体ほど当たりやすい。まあ、それはやっぱ生物濃縮毒なんで、小さい個体はそんなに毒蓄積しないし、大きい個体は毒蓄積してるんですよ。なんで大きい個体は当たりやすいっていうの、そこだけはねあります。はい、ただ見た目で見分けるのは無理です。はい、まあそんな感じの魚なんですけども、さばいていきましょうか。さてやっていきましょう。まあ、畑の魚は基本すき引きしてるんですけど、皮がね赤くて綺麗なんで、今日は普通に鱗取りで落としていきましょう。まあバラハタもこんな1キロぐらいの子だったら全然大丈夫なんじゃないでしょうか。どうだろう、大きかったら5キロぐらいになりますよね。5キロ、10キロとかもなるね。これ結構ちっちゃい方の個体です。でもねめちゃくちゃ綺麗なんだよねやっぱりバラハタって。これはね食中毒当たってでも食べたいってね思う人の気持ちはね分かるね。生ガキも結局ノロウイルス当たる可能性あるのにみんな食べるじゃん。多分それと同じ感覚なんだろうね。ちなみにシガテラ当たると生ガキほど何も優しくないですよ。めちゃくちゃきついです。でも死にはしない。死亡者はいない今のところ。でこっち側取るときはこれは取りづらいんで、こういう持ち方、反対に持つと取りやすいですね。バラハタは鱗取りやすいね、めちゃくちゃ超簡単。はい、バラハタ完了です。横島クロダイ、うわめっちゃ飛ぶね。はい、それでは鱗落とし終わったところで、まずはね横島クロダイからさばいていきましょうか。これねちょっと見てほしいんだけど、ウニの針がもう出てきてるんだよね。こいつウニ食べてるわ。ウニ食べてる魚は大体臭いということでですね、お腹割っていきましょうか。いきます、サッカー包丁でね。あ、でも内臓脂肪乗ってんじゃん。 OK、 内臓脂肪じゃなかった、気のせいでしたね。はい、まず腸ですね。これが腸で、浮き袋がすごいな。ここ浮き袋割っていきましょう。はい、腸ね、これ多分ウニですね。こんな感じですね。おそらくね長ウニっていうウニを食べてます。これ長ウニですね。死ぬほど海にいるウニなんですけど、なんかあんま美味しくないって聞いてるんで今まで食べてないんですけど、いつか食べてみたいですね。くっせー。でここに超ちっちゃい心臓がありますね。心臓めちゃくちゃちっちゃい。小指の先もないですね。でここに胃袋があります。あー、これはあれですね、分かりづらいと思うんですけど、クモヒトデですね。クモヒトデ食べてます。人で食べてる魚も臭いです。こいつ悪食だぞ。じゃあついでにですね、バラハタのお腹も開いていきましょう。いきます。こいつ邪魔ですね、ウニたちが。これもサッカー包丁で内臓を傷つけないようにいきましょうね。内臓脂肪乗ってるといいな。あ、こんなに何も入ってないことある。何にも入ってないですね。ほら、ほとんど何も入ってないですね。この内臓脂肪が少しだけ見えないこともないんですけど、これはもう乗ってないに等しいですね。で胃袋も何も入ってなさそう。でここ肝臓がありますね。で肝臓はですね、シガテラに当たる可能性がめちゃくちゃ高いんで食べない方がいいです。で心臓こんな感じですね、ちっちゃいですね。 OK、 じゃあ洗っていきましょう。はい、それでは綺麗になったところでですね、3枚まで下ろしていきましょう。まずね、頭落としていきます。胸びれの後ろから落としていきます。で反対側も同じようですね。まず皮に切り込みを入れていきます。あ、めっちゃ分厚くいったかも。
いい、気にするな。で、背中側に入れていきましょう。ヒレが邪魔ですね、ちょっと。で、ここ、切り込み入れておきます。はい、それでは腹骨を最後外していきましょう。あ、臭い。この身臭いぞ。じゃあ反対側も行きましょう。この魚結構さばきやすいですね。あ、ちょっと失敗しちゃった。はい、オッケー。で、これ背骨ね、また後で使っていきます。じゃあ次バラハタですね。はい、じゃあ次頭を落としていきます。胸びれの後ろから落としていきます。で、反対側も落としていきますと。オッケー、落ちました。そしたらですね、3枚下ろしていきましょう。まず皮切り込み入れてね。2匹目だからちょっとみんな飽きてきてるんじゃないかな。早くやっていきましょう、いつもより。で、これ切り込み入れて、ちょっと背骨が盛り上がってるんで、ちょっとだけ包丁上に上げて切って、で、背骨に沿って今度山なんで下がってるんで、ちょっと包丁下に向けてこうやって切ると、なるべく身がね、骨に残らずいけます。で、反対側いきましょう。こっちから包丁を入れまして、ちょっと難しいんですよね。はい、それではこちら3枚下ろし終わりました。ということで今日はですね、横島クロダイの雑炊と刺身、そしてバラハタの唐揚げと刺身、こちら4品を作っていこうかなと思っております。それではやっていきましょう。まず使うのはですね、こちら横島クロダイの背骨ですね。で、一旦これね、冷蔵庫入れておきます。はい、それではまずね、こちら背骨をね、トリミングしていきましょう。この横島クロダイ身も臭かったんですけど、とりあえずね、こうヒレとかの部分はね、特にね、匂いがあるんで、ここをね、切り落としていきます。まあ、ここから出汁が出るんでね、背びれはもうそもそもいらないですしね。さて、やっていきましょう。俺ね、これと同じ新しい枝切りわさびを欲しいんだけど、なんかもう売ってないんだよね。2つ買っとけばよかった。これね、めちゃくちゃいい。ちょっと庭師の人、これ知ってたら教えてください。どこで買えるんだろう。こうやってね、落としていきます。やっぱハサミでやるとね、こういうの楽ですよ。もう包丁でやるとね、あの、こことここの間、ここにね、一応ね、あの、関節みたいなのがあって、そこをね、切ればいけるんですけど、難しいんですよ。では、こちらを3等分ぐらいに切っていきますか。ここね、関節があるんですけど、関節に包丁を入れて、こうですね。そしたら、切れます。関節に包丁入れて、こうですね。関節に入れないとね、どうなるかっていうと、関節に包丁入れずに、あ、いけた。余裕で切れました。骨が柔らかいです。何でもありません。まあ、でも関節に包丁入れないと包丁の切れ味がね、すぐ悪くなっちゃうんで、絶対に入れた方がいいですね。はい、こんな感じですね。3等分って言ってましたけど、5等分になりました。はい、それではここからね、霜降りっていう作業をしていきます。はい、こちら沸かしておいたお湯をかけていきます。これをやるとですね、魚の匂いがね、取れます。かなり違います。表面だけ茹でる感じですね。で、こっからですね、出汁を取っていきます。こう、こう、セット。はい、それではね、アクを取っていきます。やばいやばい、火が強い。はい、それでは出汁が取り終わりました。この中に入れていきましょう。で、この出汁を取った骨に関しては使いません。で、ここから雑炊作っていくんですけど、今日は食材多いですよ。ネギ、しめじ、卵、塩、みりん、白だし、酒、そしてこちら冷凍庫にたまたまいたボタンエビですね。あとね、醤油忘れてました。こちらをね、使っていきましょう。はい、それではちょっとまずね、一旦無処理で入れられるもの、こちらボタンエビ入れときましょう。と、このほぐししめじ、これも入れときましょう。キノコはうまいですよ。こんなもんですよね。そしてネギ切っていきましょう。ちょっとだけね、洗っときましょうね。で、こう落として、これ手袋するとやりづらいな。このネギはですね、最後に振りかけるようですね。は
はい、それではここでようやく登場、横島黒鯛。これをね、切り身にして入れていきます。腹骨をね、外していきます。これめちゃくちゃさばきやすい。それじゃあね、中骨落としていきましょう。で、こちら柵取りしたものを一口サイズに切っていきます。身はめちゃくちゃ綺麗だな、これ。そしたらこの中入れていきます。一応ね、味付けしておきましょうか。白だし、濃い口醤油、まあ後で味はね、なんぼでもいじれるんで、最初はね、ちょっと薄めにつけておきましょう。塩、そして酒を少々で、みりんも少々入れておきましょう。で、こいつを火にかけていきます。セット、よいしょ、着火。で、あとですね、忘れちゃいけないのが米ですね。米を準備しておきましょう。まあ、米はね、水で洗ってぬめりを取っていきます。ほぐしていくっていうのかな。じゃあね、沸騰してきたらですね、片栗粉でとろみをつけていきます。そうしたらここにね、ライスを入れていきます。はいはいはい、いい感じですね。上にエビ置いときましょうか。いいね。で、卵を入れます。で、あとは蓋をして完成を待つだけですね。はい、そしたら次、バラハタの唐揚げを作っていくんですけども、これはサクッと作っちゃいましょう。腹骨を落としていきます。まずサクッといきましょう。じゃあ中骨もね、ピピピと落としてしまいましょう。はい、で、こちら腹側をね、唐揚げに切っていきましょう。ちょっとなんか丸まりそうなんで、皮に切り込み入れておきましょうか、一応。そしたらね、丸まらないはずです。皮はね、やっぱね、熱加えると縮むんで、どうしても丸まっちゃうんですよね。では、一口サイズに切っていきましょう。美味しそうですね、やっぱり。ちなみに沖縄だと高級魚ですからね、普通に。で、味付けはシンプルに塩コショウでいきましょう。塩コショウを振って片栗粉をつけて、で、シェイクしていきます。いや、今回ね、ちょっと唐揚げいらないかなと思ったんだけど、唐揚げ作んないと動画撮った気になんないからさ、もうなんかそういう体になっちゃった。だから唐揚げ作る。こちらは前回ひとみはたの鱗を揚げた油になります。使用済みですね。そんなのは関係ない。早かったな。押せよ、早く火つけ。わ、これ火事になりそう。じゃあ最後の料理、刺身を切っていきましょう。まず皮をね、引いていきます。いや、バラハタ綺麗だな、身がやっぱり。それではね、横島黒鯛も引いていきます。おっと、めちゃくちゃ失敗した。まあいいや、まあ、こっちはまたね、あの鍋とかにして食べましょう。では刺身を切っていきましょう。ちょっとね、形整えて、結構ね、身が硬そうなんで、平作りでいきましょうかね。ちょっと薄めにね。ちょっと薄めに。で、バラハタはね、なんか、ちょっと柔らかそうなんで、そぎ作りでいきますかね。ちょっとでかすぎるんで、ちっちゃくしますね。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずは私からいきましょう。横島黒鯛、いただきます。なるほど、うん、なかなかちょっと生臭さがあるんですけど、味としてはいい、味としてはいいが、なかなか生臭さがすごいね。うん、
まあやっぱ魚って同じ種類同じ場所で獲れたものでもその食べてるものによって全然味が違くて、で食べてるものが良くて美味しい個体を俺は当たり個体って言って、さっき見た通りウニとかヒトリとか食ってて臭い個体は俺ハズレ個体って言ってるんですけど、これはねハズレ個体ですね、うん、刺身とかよりももっと匂いを感じなくなるような調理の方が絶対いいですね。食感も味もね全然美味しいんでポテンシャルはすごいと思う。それではバラハタ行きましょう。バラハタのお刺身、普通に美味しいハタ系の魚って感じですねちゃんと美味しい、美味しいです。うん、嫌な臭みとかなくてすごいね上品な味です。うん、普通に美味しいわ。じゃあですね、ちょっと一旦これどかして、これ鍋いきましょう。鍋雑炊オープン。おお、でネギ入れます。さっきのねこれ入れ放題なんで、丸亀製麺と同じシステム、入れ放題。さて食べてみましょう。どうでしょうね。うわぁ、いただいちゃっていいですか。うん、めちゃくちゃ美味しいです。じゃあ横島黒鯛の切り身もいきましょう。うわぁ美味しい。普通に白身魚、やっぱ臭みとかもね、こんだけ味入れた料理でかつ火も入れるとね、俺には感じられないぐらいですね。サバイバル行ってから本当にね匂いに敏感だったんですけど、それでも分かんないぐらい美味しいです。うん、雑炊いいですね、美味しい。うん、じゃちょっと一旦これ置いといて唐揚げいきましょう。唐揚げ、バラタの唐揚げ、これがまずいわけがないいただきます。あんね、めちゃくちゃ美味しいです確かにな、これは多少リスクがあっても食べてしまう人の気持ちがわかる。止まらないもん、美味しいぞこれ。どうしよう、うまいな。はい、それではごちそうさまでした。いやちょっとねバラハタ美味しかったね。でまあシガテラ毒はですね、まあ大体食べてから8時間ぐらいで症状が現れる効き目が早い毒なんですけど、まあ長くても24時間とかまあ損害で出てくるんで、今一旦今回料理した分だけ少量食べたんですけど、症状が出なかったら残りもね料理して食べたり友達に配ったりしようかなと思っております。結構ね検査が難しくてマウス実験とかでね毒があるかないかって調べられたりとかするぐらいなんで、これはね結構割とまともな調べ方なんじゃないかなと自分で思ってます。自分を人体実験として使ってね。でまあもしねどうしてもバラハタ食べたいでも当たりたくないぞっていう人は、小笠原諸島とかで取れたねバラハタ食べたらいいと思います。小笠原諸島の辺はその一番最初に言ってたウズベンモソウっていう毒の植物プランクトンがいないんでね、あそこのは無毒なんで気にせず食べることができます。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは